ただきます。ヘギソバテンパマテカリワルタンボーカッタ君カーセーしてます。すげーチェケラ。今回も来ました、中野屋さん。ご飯食べに行きます。こんにちは。奥のお座敷です。はい、青、何いただいたの？見せてくれる？デレン。うわー、美味しそうなスイカ。縦長だね。湯沢のスイカです。はい、小鳥さん。ちゃん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 。やっと舞茸の天ぷら。やったー、わー、いただきます。こちらの地元のお野菜で作っていただいた天ぷら、いただきます。わー、やったー、そば美味しそう。へぎそば。ヘギそばを食べます。続きまして、天ぷら。何の葉っぱの天ぷらかちょっと忘れちゃったから。青は何食べてんの？それ肉うどん。How is it? 美味しい。 Yeah?ズッキーニの天ぷら。よかったね、早く来て。うん、ズッキーニ、あ、美味しい。まあ、準備してたから。いや、そば美味しいね。抜群に美味しい、やっぱ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。テンパマステッカーリニューアルしたの。どうぞ。母ちゃんのは、母ちゃんの作ってる。私の軽トラにつけてもらう。素敵。もちろん。また次の日に戻ってきます。ぜひ。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまです。あ、そばがだ。はい、葵さん、ここ今日のお風呂、何温泉ですか？江上温泉です。小鳥さん、入ってみましょう。頼もう。カンタ君、ついにバンダイにいらっしゃいます。カンタ君になってから江上温泉お初です。なんなら数年ぶりの江上温泉。じゃあちょっくら入ってまいります。はい、見て、これが先代たちだよ。このおじさんたちが掘り起こしてくれたと。今夜の車中泊カスティング、ヤッホー、ヤッホー。テネパマファミリー初めてのカーステイを利用した宿泊になります。今夜は新潟県湯沢町にありますきらぼしっていうね、コワーキングスペースの駐車場を使ってカーステイさせてもらうことになりました。到着したのは夜になっちゃったんでね、施設の紹介はまた明日。今夜はこのままお酒飲んでゆっくりしましょう。ヒブイゴヒブゴ。じゃあ今夜も乾杯。はい、今日もお疲れちゃーん。乾杯。まあ、のんびりカーステイしましょう。おはようございます。寝坊しすぎだろう。今日泊まっている場所、ここです。きらぼしユーザーベース。今回はですね、このコワーキングスペースの駐車場をお借りして、車中泊ではないです、カーステイしてます。こういう場所ですね。トイレとか水道とかね、使えますので非常に快適に泊まることができました。本当はこの駐車スペースですね、ここがカーステイスポットなので、お間違いないように車はこっちに止めて中のコワーキングの施設を利用できるということです。隣は田んぼです。平越でカーステイするとこのように元保育園だった施設をリノベーションしたコワーキングスペース、シェアオフィスですね。こちらでもうね、このスペース使えるので、ご飯食べたり談笑したり
お酒飲んでみたりすることが可能です。そしてこちらに大きなトイレスペース、洗濯もできます。それから、あら、おしゃれな洗面台で、さらにこんな感じで、シャワールーム使えますのでね、シャワー浴びることもできるし、昨日入ったすぐ近所にある江上温泉なんかも使えるので非常に便利。キッチン、この共同キッチンね、シェアオフィスと共用になりますが、 IH 二口とお湯が出ますね。電子レンジあるので、ここで簡単に調理すること可能です。さて母ちゃん、朝ごはんはキッチンで、そうです、準備中。今日は簡単にサンドイッチを作りたいと思います。じゃあ簡単にという解釈でよろしいでしょうか、それとも手抜きでという解釈でよろしいでしょうか。簡単にでございます。失礼いたしました。決して手抜きしてるわけではありません。そうですよね。でもすごいここ整ってる。じゃあまあ一通り料理はできそうな感じ。うん、例えばビーフストロガノフとか作れる感じ。やる気さえあれば。なるほど、まあ十分だよね、キッチンとしては。 IH もあるし、うん、お湯沸かすのもあるし、コーヒーマシンもあるし。あ、コーヒーマシンもある。そう、あれだ、炊飯器も使えるんだね。これうちと一緒のやつだ。しかもさすが元保育園、壁紙がいちいち可愛い。可愛い。非常に歴史を感じるアメリカンコミック風の壁紙ではありますが、とても可愛いです。こちらのお部屋はまだ改装中ですが、コワーキングオフィスのスペースになるところだそうです。今ね、工事中。サンドウィッチ、母ちゃんすげー。食べましょう、小鳥さん。いただきます。イエーイ。こうすなよ。うわ、うまそうに食うね。うん、ボリュームたっぷり。うん、さっきのやん。今回カステさせてもらいました。こちら平星ですけども、ここの特徴はベースはね、コワーキングスペースなんですね。なので基本的に、シェアオフィスという施設になっているので、そもそも働くことが容易にできる環境が整っている。プラスお試し移住もできる、ちょっと変わったタイプのコワーキングスペースなので、実際に予約してもらうと部屋をね借りることもできるんですね。なんでそこにちょっと泊まりながら、そしてお仕事しながら、あとこのユダーのエリア観光するとかっていう、そういうプランが組める他にはない特徴的なカステスポットになるんじゃないかなと思います。あっちね、駐車場がありまして、そこを使うことができます。駐車場の中であれば、テントを建てることが可能って言ってました。それからタープ建てたりとか、バーベキューとかっていう調理も OK だそうです。ただし、焚き火はダメね。焚き火以外であれば、火を使った調理とかをしてもいいっていうことだそうです。で、さらに、外電源が取れるので、外に駐車していても 100V の電源も取れるそうです。僕たち天然パーマ、実は初めてのカーステイだったんですけども、これすごく快適です。やっぱトイレが使える、それからここはシャワーもね、シャワールームもあるのでシャワーも使えて、それでいて Wi-Fi も使える、 100V の電源も使える。で、寝泊まりするのは車っていうことで、いつもとやってることは変わらないんですが、過ごす、滞在する拠点としてはすごく使い勝手のいい場所でした。天然パーマ、超おすすめのカステスポットです。チェケラ。最後まで見てくれてありがとう。Hey!